アジステレスコープスアットラスカンパナスオブザーブトリーオグルテレスコープビジブルインバンクグランド全天自動創作システムはポーランドのプロジェクトで1997年4月7日に設置された全天の14等級以上の約1000万個の構成の高度を自動的に監視するシステムであるアジスはチリのラスカンパナス天文台に置かれ ワルシャワ大学のグルゼゴルズ・ポイマンスキーがインターネットを使って管理している。これまでに2つの彗星などを発見した。プリンストン大学のボフダン・パチンスキーによって発案された。プロトタイプの装置とデータ伝送装置はポイマンスキーによって設計、制作された。1996年に100万ドルの予算で始められ南半球の 約100万の構成が登録された。新しい変更性の発見に極めて有効であることが証明されたので、プロジェクトは拡大され、ラスカンパナス天文台の4台の望遠鏡が稼働している。赤い28度より南、すなわち前天の3、4にある5万個の変更性を発見した。ありがとうございます。